あ、そう、ちょっとね、これずっと話せなかった、ちょっとだいぶ時間経っちゃったんだけど、ちょっとこれ、皆さん覚えてるでござるか、風間の初配信が終わった後に、5期生で全員で、初振り返り配信があったの。覚えてる？ラプ殿のチャンネルであったけど、風間ね、あの時のアーカイブ見ればわかるでござるが、もう風間も、さっきも言ったけど、配信終わった後気絶するレベルで緊張してるから、もう、あの配信のアーカイブ見てもわかるけど、めちゃくちゃ緊張してるでござるよ。本当に、めちゃくちゃ緊張していて、もうなんか、その準備してる時も、もうみんなに、もう、頭、ごめん、本当に、ちょっと、もうちょっと早く終わればよかったね、ごめんね。申し訳ないでござる。もう、本当に、って言ってたら、もう、ルイネとかが、もう大丈夫だよ、イロハ。大丈夫、大丈夫。何も謝ることないから。コヨちゃんとかも、イロハちゃん大丈夫だよって、お疲れ様、頑張ってたね、って言ってくれて。このね、すごくありがた、丁寧すぎるお話をちょっとしたかったでござる。坂本もね、いつもはね、もう、イロハちゃんも、可愛い、とか言ってくるけど、あの時は、坂本も、イロハちゃん大丈夫だよ、すごく良かったね、見てて頑張ってたね、って一生懸命頑張ったね、って言ってくれて、ラプ殿も、あのね、普段ね、すごいなんかツンツンして、別に風間のことなんか好きじゃねえし、とか言ってるけど、あのね、もう大丈夫大丈夫、いいんだよいいんだよゆっくりで、何も気にするな、って言ってくれて、すごくね、嬉しかったからね、ちょっとこの話、みなどらにね、言いたかった。ちょっと他のロッキーのメンバーに勝手にバラしてごめんだけど。風間ね、その時ね、あの、配信前、あの、5人でのコラボ配信前、あの、これ同期にも言ってないでござるが、あの、ちょっとかすかに泣いた。みんなが優しすぎたのと、初配信の緊張から解かれて、風間、あの、正直泣いたでござる。めちゃくちゃ泣いた。うん、スンスンしてた。うん、優しいみんな。ありがとう。ありがとうって思って泣いてた。バカ変態うるさいうるさいド M だね言うな変態バカ変態うるさいもう知らないこれでいいピアン。